木下啓介、木下啓介、木下啓介、新時代、啓介、1912年12月5日から1998年12月30日は、日本の映画監督、脚本家。本名は、同じ、旧名、正吉。真面目で、叙情的な作風で知られ、数多くの映画を制作した後、テレビドラマにも進出した。 弟は作曲家の木下ただし、妹は脚本家の楠田し子。監督としての映画の名前の表記は1960年代には、ケ介スケが混在している。1912年、大正元年12月5日、静岡県浜松市、現在の浜松市中区天馬町で、食料品店、漬物製造の終わり屋を営む父、周吉、母、 多摩の八人兄弟の四、男として生まれる。周吉は一代で財を成した人物であった。1919年、大正八年、浜松神常高等小学校、現、浜松市立元城小学校に入学。在学中に盛んに映画を見る。その後浜松工業学校、現浜松工業高等学校冒石化を卒業後、上京する。 1933年、昭和8年、オリエンタル写真学校を経て、小竹蒲田撮影所現像部に入社。その後、撮影部に移り、撮影技師、桑原すばるの助手となる。1936年、昭和11年、新たに作られた、小畜大船撮影所に移り、島津安次郎に引き抜かれて、島津の助監督となり、 島津の浅草の明かりや吉村孝三郎の弾流などを担当する。1940年昭和15年10月に招集令状を受け取り、11月に名古屋の中部第13部大使長兵第3連隊補充兵に入隊する。中国各地を転戦したが、翌年に作業中の事故で、左側アキレス腱証炎と、左目角膜血を患って、野戦病院に入院。 後に、内地送還され帰国した。1943年、昭和18年、花咲港で監督デビューし、共に、修正のライバルとして、日本映画界を支えてゆくこととなる、黒澤明と共に、山中佐夫賞を受賞する。1951年、昭和26年、日本初の長編カラー映画となる、カルメン故郷に帰るを発表し、 NHK 映画ベスト10第1位、日本映画文化賞を受賞。1954年、昭和29年には、24の瞳で、ブルーリボン賞作品賞、毎日映画コンクール日本映画大賞、ゴールデングローブ賞外国語映画賞などを受賞。同年のキネマ旬報ベスト10では、同作と、女の園が、黒沢の、七人の侍を抑えて1位、2位を、独占する。 1958年、昭和33年、奈良山節子を発表。デネツヤ国際映画祭に出品され、金獅子賞の有力候補と言われたが、金獅子賞は稲垣博の無法松の一賞が受賞した。しかし、この作品は、フランソワ・トリュフォーなどの映画人に絶賛された。1964年、昭和39年、公家の次回作として、 戦場の敵約束を企画するが、工業上の採算性に対する疑義で小畜側から、お蔵入りにされるなどの不遇に遭い、撮影所の不正経理を指弾したことなどから会社との関係が悪化する。そして同年、小畜を退社して、木下圭介プロダクション、後ドリマックステレビジョンを設立する。テレビドラマ界に進出し、TBS で、木下啓介アワー、木下啓介、 人間の歌シリーズなどのシリーズを手掛けて多くのテレビドラマを制作した。1969年、昭和44年、黒沢明、市川昆、小林正樹と共同プロダクション、四期の会を結成した。注目を集めたが、当初発表された4人共同監督による映画は結局実現しなかった。1976年、昭和51年、 懐かしき笛や太鼓以来9年ぶりとなる、スリランカの愛と別れで、再び映画監督に戻る。これら2作品は東方で制作。1979年、昭和54年には小畜に復帰。1981年、昭和56年、脚本、女たちの戦場を執筆して映画化を企画するが、会社から内容が暗すぎるという理由で、制作中止となる。 1987年、昭和62年、制作中止になっていた、脚本、戦場の仇約束を出版。中国から小畜との合作で、制作企画が出るが、再び制作は中止となった。1991年、平成3年、文化功労者に選出される。1998年、平成10年12月30日午前3時10分。 脳拘束のため、東京都港区の自宅で死去、86歳だった。生涯にメガホンを取った映画は49作品。死後その功績に対し、エランドール賞特別賞が贈られた。2012年、平成24年、生誕100年となる、この年、木下圭介生誕100年プロジェクトが立ち上げられ、記念上映イベントや DVD が発売された。 2013年、平成25年6月1日、木下の戦時中のエピソードを元とした、電気映画、始まりの道、監督、原圭一が公開された。戦前生まれのせいか、小津安二郎や山田洋二と同様に、女性や恋愛を上手に表現できず、ほとんど性描写をしない演出が特徴的である。高峰秀子は、木下との TV 対談で、 私は多くの木下作品に出たが、キッスシーンとベッドシーンは一つもなかったと、十回している。特徴的なこととして、赤春潮、この天の虹、夕焼け雲、破壊、お嬢さん乾杯、今年の恋、海の花火、太陽と薔薇などの作品において、男性同士の親密なシーンがられるが、男の友情や兄弟愛を描いたものであるとも、解釈できるよう。 押さえた表現となっている。ジャンルは多様だが、大まかに分けると、24の瞳などの叙情的な、ゲロドラマ、カルメン故郷に帰るなどの喜劇、日本の悲劇などの社会派の3つが挙げられる。時代背景を風刺した作品も多く、カルメン順序すげは当時過熱していた、再軍備運動が描かれており、女の園では、封建制度を求断するテーマになっている。 映像表現において実験的な試みをすることが多い。カルメン国境に帰るでは、国産の富士カラーを使用して、日本初の長編カラー映画を作り、その続編である、カルメン純情スではカメラをケール、撮影技術を多用している。野菊の元木君なり木では回想シーンを白い、楕円形のマスクで囲み、奈良山節港では、全編セット撮影で、歌舞伎の様式美を取り入れている。 笛吹川では、モノクロ映像に、部分的に色を焼き付ける手法が用いられている。ほとんどの監督作品で自らが脚本を、執筆している。弟の木下正は、我が小石乙女から、父まで、奈良山節子を除くすべての作品で音楽を、提供しており、妹の楠田芳子の夫である、楠田博之が、花咲く港から、 懐かしき笛や太鼓までの作品で撮影を担当した。小畜時代の大体の作品では、圭介が監督、脚本、ただしが音楽、楠田が撮影、豊島良造が照明、大野久夫が録音、杉原よが編集という固定したスタッフで活動した。このいわゆる、木下学校からは、小林正樹、川上義郎、松山善造、手塩原広吉田基重、 山田太一など、多数の映画人がすがっていっている。木下作品で最も多くの作品に主演した、女優は高峰秀子で、12作。他には、小賀野義子、田中絹代、東山千恵子、小林俊子、井川邦子、佐田啓治、佐野修治、上原健太も多くの作品に登場する。竜知州は、自らの著書で、私は、 小津監督の作品に多く出ている印象を与えるが、本数で言えば、木下作品の方が、実は多く出ていると述べているように、主演はないが脇役として多く出演した。また、新人俳優の起用も多く、デビュー作からその後の作品に何度も登場することになるものも多かった。田村隆弘、桂木陽子、石浜明、田中真二、有田の子、河津裕介、 小坂和也、加藤剛らが、その代表格である。黒沢明とは、監督デビューした年が同じで、小津、溝口らの戦前派が亡くなった後は長らく、日本映画の領有とみなされていた。1954年には、24の瞳、女の園の共に2作が、キネマ旬報ベト展で、7人の侍の上位を、占めるなど、 しばしば国内での評価は黒沢を凌駕することもあった。しかし、海外での受賞が少ないことや、基本的に日常派で、華々しい話題性や刺激に乏しい作品多いことなどにより、晩年は次第に映画界での存在感が薄れてゆく。木下プロダクションを設立してのテレビへの転身が好調だった点もかえって災いした。特に1980年前後、もに久々に、 映画界に復帰した黒沢が、日本映画の記録を破るような超大作を連打したのに対し、渋い社会派映画に徹した木下は、黒人筋の評価こそ高いものを勝ち得たものの、大衆的な話題性という点で大きく、後陣を排する結果となってしまった。没後は、世間一般の話題に上ることは少なくなっていた。1948年、昭和23年、 名優でもあった黒沢の脚本による肖像を監督して第3回毎日映画コンクール監督賞を受賞している。その後同じ夫人による時代大作落城が企画されるも実現には至りず、結局このコラボレーションはこの一作のみに終わった。1948年昭和23年から晩年近くまで神奈川県藤沢市。 辻道熊の森に住んでいた。日常的に女性的な言葉遣いをすることが多かったが、それ以外のセクシャリティを示すような具体的なエピソードは極めて少ない。ただし、脚本家の白坂義夫の解雇エッセイでは、木下監督がホモセクシャルなことは有名である。木下組の助監督は、揃って美青年で、揃いのスーツに、揃いのネクタイ、 華やかな現場だったと記述されている。実際は戦中に、ごく短い結婚生活を経験しているが、入籍はしなかった。新婚旅行で見切りをつけたという本人の弁は、三国隆造、木下圭介伝、日本中を泣かせた映画監督に、性的関係のないまま離別したという相手の女性の、証言は、大部秀夫、天才監督。 木下圭介に紹介されている。実施はなかったが、養子、男性をとっていた時期がある。実家が漬物屋だったことで、独特の匂いが影響し、大の漬物嫌いだった。助監督は、ロケ弁などの漬物チェックが日課であり、もし弁当に入っていたり目の前にあろうものなら、木下は感触を起こし、撮影どころではなくなった、という。他、 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。